にはもう我慢できねえ。くそ、なんてやつだ。あいつらには人の心ってもんがねえのか。もう我慢できねえ。逃げてやるぜ、何が何でも。愚かですね。ペガ様にお仕えする栄誉をそんなことで捨てるとは。うるせえ、もうこれ以上ついていけるかよ。あっしゃ、消えがった。おりゃあ、なんだ、くさい。いつまでも付き合ってられんか。放っておくです。どうせ大したことはできないですよ。俺は戻らねえぞ、シャドルにはな。ここまでは追ってこられねえだろ。それにしても腹が減ったな。なんか食いてえが。あなたは、シャドルに加わっていたはずじゃ。それとも食い逃げ。違う、まだ。とにかく逮捕します。おい、連日ね。おい、おい、消えがった。のうちに。こら、待ちなさい。あら、見たことのある顔ですわね。こんな場所で何を。てめえには関係ねえ、見せろ。そうはいきませんわ。ちょうど退屈していたところですが。あっ、来やがった。あっ、ありませんわね。俺の攻撃が効かねえだと。侮ってもらっては困りますわ。シャドルーの総区一匹相手にできぬ私とお思いですの。俺はもうシャドルーじゃねえ。こんなメモに初めて食った。それでなぜシャドルを脱走しようと。決まってる。奴らのやり方が気に食わねえからだ。あんなやり方は許せねえ。帽子着用が規則だと。てめえ、俺様のこのナイスな髪型を何だと思ってやがる。シャドルにいる以上、私の方針に従ってもらうですよ。シャドルを裏切るとはね。
気に入りましたわ。我が神月の触覚となることを許しましょう。触覚？ただで飯が食えるってことか。必要に応じて私の命を聞くならば。なあ、いいぜ。どいつをぶっ飛ばせばいい。カリンお嬢様。裏切りは主の器量が足りぬ証拠。この男が裏切るならば、それは私の不徳の致すところです。それでは腹ごなしにこれをこなしてもらいましょう。神月流百人組手ですわ。なんだと。